国の重要無形民俗文化財です。珠洲市の揚浜式塩田では日本最古の塩田法とされる技術を用いて塩作りが行われ、今最盛期を迎えています。珠洲市清水町にある角花博さんの塩田では日本最古の塩田法と言われ国の重要無形民俗文化財にも指定されている揚浜式製塩の技術を江戸時代から守り続けています。塩田では海水を早く乾燥させるため駒皿絵という道具を使って砂に凹凸をつけ、汲み上げた海水を桶を使って隅々まで撒いていきました。例年なら一月近く、梅雨はあるかと思うんですけど、今年は本当2週間ぐらい一応梅雨の時期あったんですけど、それもずっと2週間雨ではなかったので、ところどころその梅雨の期間も塩田作業できたりしてて、梅雨明けも6月中に梅雨明けたので、こうなると7月中は例年よりかは塩田作業できるんじゃないかなと思って期待してますね。塩分を多く含んだ砂は集めた後さらに海水を通して濃度を上げ、一昼夜釜で炊き上げて塩ができます。角花さんの塩田では9月頃までに1800キロほどの塩を作る予定だということです。